Today's Model of Success will be presented in Japanese with subtitles in Arabic, Oraxes, Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish.ようこそ熱心な視聴者の皆様、本日の番組成功者たちは日本で最も愛されている作家の一人で才能ある自然主義者宮沢賢治をお送りでき嬉しく思います。宮沢賢治は1897年8月27日に日本の岩手県の山村で生まれ、生涯その地に暮らしました。非常に幼い頃から自然に他者に思いやりを示しました。はい、賢治さんの生まれた実家宮沢家というのは花巻の有力な裕福な家なわけですけども、まあそこの長男として生まれ、幼少の頃からお母さんが口癖に言ったのは、人の一生は人のために尽くすんだ、こういう教えを受け取ったわけですので、賢治さんがよく口にする言葉、世界が全体幸福ならないうちは個人の幸福はありえない、これは元を正せばお母さんの一さんの教えだったということであります。そういう形で育てていきながら、もう一方お父さんは熱心な仏教信者だったわけですので、子供の時から仏教の勉強会にお父さんと一緒に出ていたということであります。そういう意味では賢治さんの心の中には小さい時から仏さんの教えがずっと入っていたということになります。実に宮沢賢治自身、若い頃ベジタリアンになりました。彼はこう言いました。私が魚を食べるのを魚が背後から見たらどう感じるのだろう。彼の動物への愛は後に物語の中に取り入れられますが、賢治は動物同士の会話に使われている言語を突然理解できるようになる山の村人たちをしばしば描いています。彼の作品には同郷の村民への心配も反映されたものでした。宮沢賢治の存命中に岩手の町は度重なる厳しい気候の試練を体験しました。このことが彼の後の人生を捧げる仕事のきっかけを作る出来事となりました。まず第一は、後を継ぐ子どもたち、農家の後を継ぐ子どもたちに例外に対する心構えというか技術を教えようというので、さまざま土壌の改良とか、それから稲の植え方とか、そういうのをずっと頭の中に考えながら教師生活をやっていくことになります。例外で子どもたちの親たちがすごく苦労しているわけですの で自分だけが教師をやって給料をもらっていいのか、そういう悩みを抱えまして、最終的には教師を辞めて農民の味方をしようというので、おじいさんの別荘のあった土地にラス詩人協会という会を作りまして、会員は全部若手の農民だったわけですが、その人たちに例外にも負けない作物を作る、どうするかするべきかということを、肥料のことから天候のことから水管理から全てを教えたといいます。真の村の英雄として賢治は苦しい時期に光をもたらす助けをしました。彼は信仰、美しさ、幸せに満ちた空想の国を作りました。
宮沢賢治記念館の副館長牛崎俊也氏はさらにこう言います。宮沢賢治は岩手県のことを、イーハトーブというふうに名付けたわけですけれども、まあ、それは自分でも書いているんですけれども、自分の心の中にあるドリームランドとしての、日本岩手県のことであるという説明をしているんですけれども、ですからそれらを現実的に受け止めながら、それをいかに未来的に変えていけるのか、辛い労働を豊かなものにできるのか、それをもう真正面から受け止めた形でイーハトーブというふうに岩手県を名付けております。ね、でそれらは、まあ、作品を書く、花壇を作る、音楽を聴く、それから農民のために自分を献身的な肥料設計をするということは思い描いた理想郷ですね。それの道であったというふうに思います。ここのね、岩手県のまさに宮沢賢治が住んでいたこの自然をすごく幻想的に、また道徳的にね、本にしてるって感じがするんですよ。それでやっぱりこれを感じるためには本を読むだけじゃなくて、この岩手の地に来て本を読みながら感じてほしいな。で、今の子どもたちって自然に対して対峙してないですよね。車で動いたりなんかしてるんで、やっぱりこの自然と対峙するためには宮沢賢治が感じたように歩いて、こういう幻想的な童話ができて、そういうこの幻想的な童話はこの花巻にあるんだよってことを教えるためにも、賢治の本を少しでもみんなに伝えるような形で私たち活動してるんですけど、スプリームマスターテレビジョンをそのままご覧ください。短いメッセージの後、成功者たちに戻ります。成功者たちの番組に再びようこそ。自然主義者、詩人、日本岩手の町の愛あふれる英雄宮沢賢治についてお話ししています。賢治は自然現象に敏感でした。執筆する詩や物語の登場人物や設定を想像するため、後にこれらの体験を活用しました。賢治さんはもともと、賢治さんの生まれた実家の近くに北上川と豊沢って川がありますけれども、そういう川遊びが好きで、で石子賢治さんとありますけれども、その頃から石とか土地とか土ですね、土壌なんかの関係にすごく詳しくて、そういう形で育てていきながら、特に宮沢賢治の作品の中の大きな魅力は、非常に土着的な、例えばその中に人間ではなくて石とか川とか空とか、そういった一体感の中での人間の存在、しかもそれが銀河鉄道の夜という、銀河系を列車が走るという物語という、宇宙の中での人間というような描かれ方もありまして、その、まあ、ファンタジー的なところ、それから非常に、人間の生き方を考える上で現在、多くの方に見直され読まれるようになってきてます。幼い時、宮沢賢治の興味は当時の西洋世界から導入された科学的、哲学的、芸術的な発展を吸収するように彼を誘導しました。1918年、
賢治は盛岡高等農林学校を地質学者として卒業しました。訓練のおかげで彼は莫大な時間を自然の中で過ごし、生徒のための材料を集めたばかりでなく、自分の幻想物語のひらめきも得ました。現代の概念と人里離れた田舎の背景の融合こそが、賢治が献身的に作品としてまとめ上げ、世界中のあまりにも大勢の人々の人生を感動させる普遍性を与えたものです。私たちはボランティアの読書グループで宮沢賢治の文学作品を読み、討論している知恵の輪のメンバーにお話を伺いました。私はもう何十年とここに花巻地方に住んでるんですけれども、賢治さんはこう花巻地方を中心にしたお話とか動画をいっぱい書いています。そしてその中で私たち特別な童話とかっていうそのじゃなくって、いつも私たちが見たり聞いたり体験したりしてるものを童話に書いてくださってるなって感じます。例えば今日雪渡りやったんですけど、雪渡りの中で素人カンコがキックキックトントンって言って片雪の上を歩く場所があるんですけれども、それは本当に私たちも冬になると雪が固くなってその上をズブズブっと抜けないで歩けるんですね。宮沢賢治って37年間の生涯で童話集って1冊しか出してないんですが、注文の多い料理店という童話集なんですが、その中に獅子踊りの始まりという、作品があるんです。獅子踊りというのはこの岩手県でも踊られている郷土芸能なんですが、鹿のかぶり物をした踊りなんですけれども、その獅子踊りの始まりということで、もう本当に宮沢賢治のオリジナルの踊りの始まりを作品化してまして、その先に入っていくと実は最後なんていうんですかね、沈む夕日の中で、獅子たちがこう踊っている情景が宇宙的なところまでつながっていくという、本当に好きな作品です。宮沢賢治の魅力は非常に土着的でありながら宇宙的だっていうところがあるわけですけれども、37年間の生涯でもうほとんどこの岩手県で、でしかもこの花巻で生まれ花巻で亡くなっているわけで、外国にも行ったこともないわけです。ですから、作品舞台はもうこの花巻岩手県にある川山星なわけですけれども、同時に非常にそのハイカラー好きって言いますか、最先端の情報を取り入れましてですね、で作品の中に四次元とかですね、それから先ほどから言ってます銀河系とか、鉱物のさまざまな種類とかも織り込んでいるわけで、その土着的でありながら宇宙的だというこの魅力は、知れば知るほど、興味深いですね。賢治の作品のいくつかに見られるイズム、自然の音のモノマネ、そして素朴さに子供も同様に自然と魅了されるようです。ある小学校に賢治の雪渡りのパネルシアターをした時なんですけども、それから数日後に下校する子どもたちが何人かこうつながってキックキックトントントンってこう本当に自然発生的に声を合わせて帰る姿を見て、こういうふうにリズムが子どもたちの心に残るんだなっていうふうに感じました。座敷ぼっこで10人から11人に増えたのが謎で面白かったです。宮沢賢治のお話は他に読んだことありますか？はい。何読んだことあります？どんぐりと山猫。あ、そうですか。どんぐりと山猫はどう？なんか面白い。面白い。で、今日雪渡りとそれから座敷ぼっこのお話をやっていただいたんですけども、どうだった？雪渡りは明るくて元気だなと思いました。話が雪渡りの
お話ししてくれる人が声がすごい綺麗だなと思いました。いろいろな意味で彼の人生は彼が書いた農民芸術概論綱要や風の又三郎の中にある一文のようでした。地上での束の間の人生で宮沢賢治は神秘的な一連の作品を生み出し、次の世代が地球の美しさに感謝し賛美する心を育てました。人は一人一人みんな芸術性というか美しいものに憧れる心を持っていると、それを育てようということで音楽を一緒に歌ったり、人間は将来的には素晴らしい世界を作れるんだと。宮沢賢治の作品を分かち合い続ける個人の方々並びに団体のご尽力に対し感謝申し上げます。岩手の地元の村民たちにとって賢治はより良い人生への希望を与え、感動と勇気を鼓舞する隣人でした。世界のその他の国々にとって賢治は想像力豊かな自然主義者、詩人で気高い人物です。自然と同胞たちや人間と動物への彼の並外れた感受性は、さまざまな場所に暮らす生き物を一つに結びつけるのを手助けしました。農民芸術の交流、なぜ我らの芸術が今起こらねばならないかで彼は言っています。今や我らは新たに正しき道を行き、我らの美をば作らねばならぬ。芸術をもて、あの灰色の労働を燃やせ、ここには我ら普段の潔く楽しい創造がある。都人よ、食って我らに交われ、世界よ、胎なき我らを入れよ。心優しい視聴者の皆様、本日の成功者たちの番組をご覧くださり感謝します。当番組はスプリームマスターテレビジョンで毎週水曜日に放送されます。ベジタリアン、高潔な生き方を注目すべきニュースの後で続いてご覧ください。天国の光と音楽が永遠に皆様を幸運な人生に導きますように。Thank you, kind-hearted viewers, for joining us today on Mothers of Success. Our show airs every Wednesday on Spin Master Television. Up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living, after noteworthy news. May heavenly light and music forever guide you through your blessed life.For more details, please visit www.suprememastertv.com/MOS.